ディープスペース1号のイオンエンジンプロメテウス計画は2003年にアメリカ航空宇宙局によって始められた長期間の宇宙航行ミッションに利用できる原子力発電システムを開発する計画である。1972年にナーバ計画が中止になって以来 NASA にとって初めての原子力推進への本格的な進出であった。しかし、 この計画は2005年までで中止され、予算は2005年の430万ドルから2006年には90万ドルの中止コストを含むわずか100万ドルに縮小された。元々の名前はニュークリアシステムズイニシアティブといった。プロメテウス計画という名前はギリシア神話に登場するテーターンのうちで最も賢く人類に火を与えたとされるプロメテウスに由来する。 NASA はプロメテウスという名前には自然を理解するためまた太陽系の長期の探査を可能にするための新しい道具を確立する希望が込められていると語っている。太陽系の外惑星の探査については太陽から遠くにあるために搭載機器やイオンエンジンを動かす太陽電池が働かず極めて制限されていた。ボイジャー計画やガリレオのような以前の 外惑星探査では原子力電池が用いられていた。放射性同位体の自然崩壊による熱を利用した。それらとは異なり、プロメテウス計画では小さな原子炉を主な動力源として利用する計画である。この利点には次のようなものがある。木星氷衛星周回機、プロメテウス計画では以下のようなミッションが検討されていた。プロメテウス計画には アメリカ合衆国エネルギー省やアメリカ海軍が協力していた。ありがとうございます。